はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。セイロン様、ももちゃん様、藤本様、松本様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎、裁判費用にさせていただきたいと思います。河野太郎、デジタル大臣、マイナンバーカードが行き渡れば、ネット選挙ができるんじゃないかという声が多く届いています。そしてですね、デジタル庁主催で、ネット投票を議論する有識者会議を開く方針だそうであります。あとは、小さい自治体で、人口減っちゃったところで、選挙が大変だと。ポスターの板も立てなくちゃなんねえし、あと数えるのも夜中中かかって、人数もいないし、みたいな。そういう声もあるみたいなんですけれども、河野太郎がこれやろうとしてんのは、利権だろうな。例えばその端末であるとかシステムであるとか、そこの利権があるんじゃないのかなっていう気がすごくしますね。天下り団体作れそうとかね、デジタル庁の、ネット投票協会かなんか作っちゃってさ、世論です。議論はいいが、こいつに進めさせちゃダメだ。私もそう思う。マイナカードですら偽造されてんのに、どうやって不正防止を担保するのか、ハッカーやなりすまし対策をきちんとやらないとダメだぞ。不正をやるつもりだろうと。世界最大のハッカー大会っていうのはですね、ポウンツーオウンっていうのがありまして、会の目的はですね、悪用される前に弱点を発見する、ということなんですけれども、ここが弱点ですよって指摘されたら、アプリ作ってる方もありがたいですよね。2019年バンクーバー大会優勝チームの仕事がこちら。サファリ、Mac なんかのブラウザですね。整数オーバーフローとヒープオーバーフローを用いてサンドボックス機能を開始し、ブルートフォースなどを実行し、乗っ取りに成功。Firefox、こちらもブラウザ。JIT バグをついて乗っ取りに成功。許可されていない領域のメモリに書き込みを行うことにも達成。マイクロソフトエッジ、VMware 上で動作するマイクロソフトエッジを経由して Windows ホストの破壊に成功。テスラ、JIT のバグをついて乗っ取りに成功。さらにウェブブラウザに自分たちのメッセージを表示させることにも成功。弱点皆無のアプリやシステムを作れない以上ですね、時間さえあれば必ずハッキングできる。だって、なんかいじられてんな、侵入されてんなっていうのを感知して遮断するっていうのもありますけれども、今はね、期日前投票で、1日だけ、その投票機が、ネット投票機が動いてるってもんでもない。1週間、システム動かさないといけないんで、ハッキングする時間は十分ありますね。それとマイナカードでうんぬんって言ってんだから、それでカードの読み取りさして、本人認証するって話なんだろうけども、こちらも書き換えなど、チップも書き換えられるしね、弱点ありますよね。指紋だの網膜も偽物作れるしね。例えばですけど、脳波とか絶対になりすましできないような生体認証技術でも実用化されないと、なりすまし完全に防ぐこと難しいでしょうね。やりたい放題不正されてね、議員が全員共産党と令和になっちゃったら、マジで日本滅びますよ。やだーって。そうなったらね、もう二度と選挙なんか行われなくなる。共産党が与党になっちゃったら、だからやばい。というわけで、私は今の技術では反対、ネット選挙に反対、今の技術では反対です。技術の進歩次第では大賛成なんですけどね。若者の投票率も上がりそうですね。それとこんな重要なこと、中共のご機嫌取るためにイージスアショアを中止した河野太郎にやらせちゃダメ。中国国内ですね、今日も元気に営業してる日本端子一族にやらしちゃダメですよ。なんて言ってると、これもまた訴えられるのかな。訴状読む限りですね、河野太郎、私のこと極悪人って思ってるみたいでね。また訴えられちゃうかもしんねえな、今日こんなこと言ってたらね。保険料に上乗せ徴収される少子化対策支援金、
強制で奪っといて何が支援だって話なんですけど、岸田総理は月額500円って説明していたが、ただの増税じゃないかと評判が悪くてですね、やっぱ300円でした。訂正発表、本当かな。2026年は300円、27年は400円もらえますぞって、おい増税も発表になっておりました。やっぱ増税メガネじゃーん、保険税なんだからさ、増税の前に公金中止を見直せ、支援金を強制だもんな、まったくだ。少子化対策が成功した国は未だない。自民党と怪しい NPO やらなんやらの利権になるだけ。子供を産んでほしいならむしろ減税して可処分所得を増やすべき。やってることマジ真逆、増税詐欺メガネ。普通の正社員は月額2000円ぐらいになるよ。平均のはね、平均300円って言ったって、その中には年金暮らしの方とかね、そういう方も入るから、そういう方は安いじゃないですか。上げ幅が。試験なんですけど、女性が輝ける社会をとか言ってる、使ってる金、なくすだけでも少子化対策になるんだがな。うん、で、減税ね。あと女性を無理やり働かせるために、金使うって子供を減らしてんだよ。何やってんだって話。バカじゃないのかなーと。ちょびひげの党はですね、女性は確定で輝く。優秀なアーリア人は増えなければならないって大宣伝。で、妻子持ちの男性をですね、雇用した企業を税優遇したんですよ。企業を税優遇した。妻子持ち。扶養家族がいる男性を雇用した企業。独身の男は優遇しねえっていうこと。結果的にですね、労働希望者の頭数が減り、女性が家庭に入ったから、失業率低下し、賃金上昇した。人口も増加した。いいことずくめじゃねえか。まあね、優秀なアリア人って、このあたりから優生学が政策に反映されて、収容所やら何やら作られて、ややこしいことになっていくんですけどね。まあ、優秀な人種がいるとすれば、劣悪な人種も、いないと、ダメじゃん。イコール、劣悪な人種もいるって話じゃん。まあ、そういう風になってって、ややこしいことになっていくんですけれども、自民党がやってきたのはですね、女も男並みに働け。結果が今の少子化と。本当にバカなんじゃないかなーって、呆れてしまいますよ、私は。労働希望者の頭数増やしてね、賃金下げたいっていう経団連やら財界が毎月2億円寄付してくれるんで、もんで、言うなりですね。経団連年間24億円自民党に寄付してます。それ指摘されたら、徳良会長ってバカがいるんですけど、何が悪いんだって、開き直ってました。少子化で人口減ればね、あらゆるものの需要が縮小して、売り先なくなるのにね、商売上がったりなのにね、今だけ俺だけで先予想でいずにね、安い労働力だけ求めてるバカ経団連、本当に頭悪いなって思います。男女共同参画事業にですね、推定10兆円の税金使われてるんですよ。あと SDGs に7兆円つったかな。それ全部カットして、その分減税しろと。どうせ何の効果もなく、自民と公明の社団法人と NPO の利権にしかなってねえからね。この金、17兆円。SDGs と男女共同参画。やめちまえ。もうあれだって。女性の、最も尊いお仕事は出産ですぐらい宣伝しろって話なんですね。昨年の出生数は72万6千人で、過去最低。過去最低。統計取り始めてから過去最低。女性一人が生涯に出産する合計特殊出生率は 1.20 と。一般的にはですね、2.08 以下では人口を維持できない。2.0 では、これ若くして亡くなっちゃう方とかもいるからね。あとちょっと先天的に子供を産めないなんて方もいるんで、2.08 以上必要。なんですけど、人口維持に必要な数の6割しか生まれてないですね、現状。年間72万の出生数は、人口6000万人の国にふさわしい数字です。平均年齢84歳とすると、日本総合研究所、子供を増やすためには男女平等に働き家庭も支えていくという発想が必要で、企業による環境づくりも重要とか言ってんですけど、違うぞ
違うからなって話。世論です。もし自然に任せれば、限界まで減ったらまた増えるのでは。50年で3分の1に減少か。歴史的だな。今年はもっと減るだろう。異次元の少子化対策が全然効いてない。どうせ税を吸い取られるのに、産もうとか思わない。女性が輝く政策取ったのが大失敗。お、ちょっと分かってる人いんな。自民党は外国人に入れ替えるつもりなんだよ。日本人をね。男女平等に働き、家庭も支えていくという発想が必要。ギャグだギャグ。妊娠後期から出産、乳児育児の時は女性はどうしても無防備って働けないんだから、女性も働いては少子化を進めますよ。バカじゃねえのかな。むしろ出産育児こそ女性の至高の任務っていうか、尊いお仕事と大プロパガンダしてですね。あと花嫁修行っていう身分も復活させろ。ニートとかなんとか呼ばねえで、引きこもりとか無職とか言わねえで、花嫁修行ですって堂々と胸張って、言えって話。ちょびひげの生徒はこれで成功してんだから、実例やんのになんでやんねえんだって話ですね。女性を労働希望者から除外できてもですね、外国人補充したら男の賃金当たらないからこれもやめろよ。実習制度やめますが、新たな奴隷輸入制度始めます。育成就労でしたっけ？自民党がやろうとしてるのはことごとく少子化推進してんだよね。今後の予想です。出生数が50万切った、40万切った、30万切ったなんていうことになって、さすがに非難合々になったらですね、それをごまかすために外国人さん日本で出産してみたいな、外国人のための大サービス始めんじゃねえかって私は危惧しております。昨年の72万人の中だって外国人が何万人混じってるかわかんないんでしょう。発表されてないんだからさ、半分ぐらいが外国人だったらゾッとしますねこれね。やべえな。岩手県の少子化対策、交際カップルに5000円の食事券あげますなんか違う、それじゃないと話題になっておりました。そんなんで少子化対策なんのかなっていう話。世論です。すげえずれてる感じがする。金かけるところがずれてるからバカな田舎政治って言われるんだよ。旅行代ぐらい出せよ。東京に旅行に行ってここに住みたいって思われたらまずいだろう。一夫多妻 OK にして上級国民に頑張らせろ。これもいいアイデアだと思います。ちゃんとね女性を公平に扱ってね、養える人はいいよ。男一人で何十人子供養ってもさ。岩手県の人口1985年、145万人、2020年、122万人、30年で20万人以上減っちゃった。今はもう今年はもう120万切ってかもしれないですね。田舎の人口が減るのはですね、農業の価値が減った、米の価値が下がったのと、農業以外の産業がない、仕事がないって言うから田舎の人口が減るんですよ。岩手県にGoogleみたいな巨大産業が誕生したら人口増えると思うぞ。岩手県がやるべきはですね、カップルに食事券、出すことじゃなくて工場とかの誘致で雇用を増やすことですよね。仕事を増やすことですよね。その方面は他もやってっから、そこの競争で負けちゃってんのかな岩手県な。人口6000万人を目指す今後なんですけど、保育園、幼稚園、学校がどんどん減る、どんどん減る。学習塾どんどん減る。コンビニや外食、どんどん減る。あらゆる企業の数どんどん減る。平均年齢が上がって、みんな病気がちになって、介護保険が限界を迎える。近隣の自治体に合併吸収してもらう限界自治体が出現。子孫がいないので墓を買えないなんていう社会になっていきますよね多分ね。皆さんもですね、今後こうなるって予想をコメントで教えてください。その他のニュース、4335万円の裏金で起訴された谷川弥一元衆議院議員82歳に罰金100万円と3年間の公民権停止の判決。選挙に出れない。年齢的に3年間選挙出らんなくてもノーダメージっぽいな、82歳だったらな。にしても4000万円以上ごまかしてね、100万円の罰金で済むったらやったもん勝ちだよなこれな。ざがっかりしちゃうよね、なんでなのっていう話。1991年と2020年の30年間賃金比較、アメリカ 2.8 倍になりました。イギリス 2.7 倍になりました。イタリア 1.8 倍になりました。日本 1.1 倍失われた30年。これも大体自民党と公明党と財務省のせいですね。あと民主党政権挟んだのも致命的だったよな。
政権交代なんつって、あの、浮かれて民主党に投票した人は責任取ってもらいたいぐらいですよ。LINE からまたまた個人情報7万9000件流出。なんか定期的に流出したと発表あるけど、わざとかな、おいな。一般人ならまだしも、国会議員とか、あの、使ってた、大臣とか使ってたら、やばいよ、これ。立ち入り先っていうか、出没場所、あの、たやすく推定されて、誘拐とかのあの、危険あるよ。企業の、大企業の社長とかさ、徳島県が県立高校生に、1人1台配布した中国 2way 製タブレット、16,500 台に、の半数以上に不具合。バッテリー全然持たないとか、そういうのって、徳島県の教育委員会ね、メーカーや販売店から、わー、色もらって決めたのかな、あるいは女もらって。2way って、ファンウェイのなんかだよね、多分ね。韓国メディア、大谷翔平が球団のクラブハウスでくつろぐ姿を盗撮。ネットで公開、永久出禁になりました。ストーカーみたいで気持ち悪いと評判になりました。どこのメディアか名前出てないんだよね。報道しろよ、役立たずだな。羽田空港や都内で外国人相手に白タク行為をした中国人4人を逮捕。生活費のためにやったとか言ってんすけど、こんな生活費稼ぎすんだったら帰ってほしいね。あんなね、あの犯罪で。普通のタクシーの、業務を妨害してんだね、これね。なんかタクシー業務やんのもいろんなあの、認可、許認可商売なんで、いろいろ金かかるんですよ。タクシーをやるぞって言ってもさ、その金あの、すっ飛ばして払わねえで、こういうことやってね、業界にダメージ与えてるね。なんだったら、あの、そんなこと、犯罪しなければ、生活できない外国人はいなくなってほしい。っていうか、入管法でも、そうなってんじゃない？あの、そこが善良じゃないとダメとか。全然守られてないな。とにかく、まあ、あの、自民党がやってることは、少子化政策ですから。少子化推進、やってますから、一生懸命。まずは、あの、男女共同参画10兆円と SDGs7 兆円。これ全部すっ飛ばして、なくしてその分減税しろって。したらちょっとあの世の中景気良くなって子供作ろうかなって気にもなっからさ、いう話であります。チャンネル登録、よろしくお願いします。デトックスジャパン。